じゃあ今回はこの車のアップデートのやつやりましょう。やっていきましょう。コマンド CID を捕まえると悪評度を一瞬、え、そんなんあんねや。あ、これは俺もわかんない。コマンド CID を探したらこのゲージが一気に、てかゲージ結構減ったね。うん、気づいたら。そのなんか司令官的な何かを倒せばいいってことだから、要は。うんうんうん。一緒にパトカー乗っていこうか。オッケー。よし、覚悟して乗れよ。よし。いやー、あ、間違えた。こっち側行くんだった。全然マップ見てない。久しぶりすぎてマップが分かんない。で、まだこれ撃ちまくってたら、あれでしょ？あいつら来るんでしょ。そうそう、銃声かなんかは、あの一種の脅しみたいなからさ、うん、さあ楽しい空の旅へどうぞ。おゆるいと。あっ、ひっくり返ったやんか。よし行こうか。よし、塔で行こう。やっぱ体を動かして健康的に。ダッシュ。ごめん、普通に車ひっくり返ったわ。ペーパードライバー丸出しだったわ普通に。覚えてる？このあのスーパーダッシュとあのジャンプのあれ覚えてるよ、うん、で、あのあれも集めていかないとね、これ、うん、データクラスターもね。おーイエーイ。まあデータクラスターはあれかな、うん、スキルが身についた時にでも集めればいいんじゃないかな。とりあえずあの必要になったら集めるでいいかもしれない。オッケー。あ、乗り物乗んないといけないんだ。乗り物乗ってあのその中に入んないとダメみたい。右、うん、左上に書いてある。では車を用意。車ほらあれで呼び出したらいいんじゃん。あ、じゃあ俺戦車ディストラクチャー呼び出すわ。戦車ディストラクチャー。車を呼び出すやつ、あれどれやったっけ。タブキーであの左下にある電話帳ってところを押して車両転送。俺戦車にしよう。できるかな。絶対無理やと思う。あ、ダメだ、入り口入んない。あ、入り口こっちか。よし、オッケー。あー、ちょっとなんかミス、あれ、なんか積んだぞ、危ない。あ、ちょっと、コハさんとってや。タイヤ取れたやんか。ごめん。あー、やばい、エレさん、緊急事態発生、ディストラクチャー入れません。はい、燃えた。やばい。あー、もう燃える。ちょっと待って。燃えた。警察来たね、警察。あ、やばい。じゃあ俺もちょっと車両、なんか適当な車両用意しよう。うん。タブ、電話帳、ピースメーカー、あ、パトカーでいくか。俺もパトカーにしよう。これ。多分ここであの入れってことなんだよね、多分。うん。あ、入れた。ちょっと帰る。あ、帰れない。もう何がどの車かがちょっとよくわからんもん。ピースメーカーがパトカーで、ディストラクチャーが戦車だったかな確か。剣士にしよう。バイクかい。いいんじゃない、バイクでも多分大丈夫だと思うよ。バイクいけんのこれ。多分いけると思う。あの車両であれば何でもいけるんじゃないかな。特別使用車のため改造できないって書いてあるよ。あ、そうなの。あ、やべ、悪評度があの出ちゃったから。ちょっと改造できんわ。いや、ちょっと俺離れるか。めっちゃ撃たれてる。あ、なんかあの民間車にちょっとどつかれちゃって、そこに民間人が挟まれちゃってさ、そこで民間人が死んじゃったせいで悪評度が出ちゃったんだ。ちょっと俺建物の上で退避しとくわ。殺してやった。これにしよう。あれじゃないかな、キースってあれじゃない、あのホワイトハウス的なところかなんかにいたやつじゃない、さらわれたやつ。うんうんうん。多分そのセインツシリーズで多分いたんだろうけどさ。みんな普通にさらわれたけど。どっかミニゲームで、悪評度を削る場所を見つけないとな、これ。ほんとや、あれや、できないって出るね。あの塔なんなんやろね。あの塔登ったらなんかあんのかな。塔？うん。ちょっと俺、今から見てくるわ。敵の本拠地みたいなやつ。あー、あるかもしんないね。まあでも、それミッションとかそっちあたりで使うんじゃないかな。うんうん。ちょっと一回合流しようか。そろそろあの悪評度だかなんかあのゲージもそろそろなくなりそうだから。うん。あと1ゲージ。
もうストレスのせいでこう食べ過ぎちゃってこうなっちゃったわけよ、ほら。ほら。ストレスでこう。太ってる。そう。太ってる。痛い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 。誰やお前。お前誰や。お前誰や。もうね、もうストレスによるやけ食いでね、もう気分をハウスしかないということで、もうこんな体型になっちゃいましたよ。この髭が特徴。もうおっさんやん、もうおっさんやで。ナビックスカートちょびひげがチャームポイント。どこ行った、どこ行った。怒っちゃった。ここの建物狭いんだもん。よし、やっていこうか。うん、悪評度なかなか減らないね。うん、この1個がなかなかさっきサクッと減ったのにな。うん、もうちょっとしたらなくなるかな。あの建物のところデータクラスターがあるね。あとにしてメインクエストやっちゃう、うん、できひんもんね、悪評度があるから。じゃああれだね、ルールを学ぶを選ぼう。開始。多分これで悪評度減るから、うん、このついででさっきのあの車を持っていくところまでやっていこうか。うんうん、これメインだね。メインクエストのところ選んだから多分メインだと思うよ。ストーリー類だと思う。ホットスポット。あ、悪評度減ったね。車をどっかから調達するか呼び出すかなんかして、さっきのガレージに持っていこうか。持っていければだけど、うん、あ、でも先にメインクエストやってもいいかもね。うんうん、あ、なんでこんな血がついてんだここ。エデさん、なんか血玉臭い何かをやったのかい、君は。そこになんか血がいっぱいついてたけど。あ、ぶち壊しといたよ。ダメ。降りてくれ、おっちゃん。あ、いてててて、なんか光だ。よし、じゃあ俺助手席、助手席いただき。相方、白いデブだけどね。白豚くんだから。気をつけないと、また。大統領がストレスにより白豚になりました。よし。スイッチヒーターとか出てきたぞ。スイッチヒーター。うん、なんか出てきた。エアコン？いや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 。ちょ、なんかえつ、あ。あ、ひっくり返った。俺らあれだな。運転免許があったとしても車ひっくり返る運命なんだよね。さあ今度は、おなんか爆発して、ちょっとあれだな、フロントあたりがちょっといかれたけど、まあこれでいこうか。よし、俺運転だ。俺あれだもん、ペーパーだけど、あの基礎知識ちゃんと固めてる人間だから、あの事故ったりしないもん別に。見てな、俺の紙テク。ライトつけないかな、これつけないか。俺の紙テク、もうあのこういう時はクラクション鳴らして、あのどうにかすればいいんだよ。そうだね、多分こっち側行けばいいから、あの、うん、正しい運転、あの、一緒に安全運転を俺心がけてるから、そう、別になんもないもん。変わらんがな、安全、変わらんがな。安全運転だもん。この世界の中では安全運転だもん。あ、なんか出てきた。これか。あ、敵も容赦なくぶっ殺せ的な感じのやつだね、これ。あ、やべえ。落ちたー。ごめん、ミスった。落ちたー。ごめん、ミスったわ、普通に。よし。誰か溺れてる。え？溺れるの誰か。うん、なんか NPC が海にいたから、殺しといてあげた。うん。あ、いたん、全然いけなかった。あれじゃない、このレーダーの赤い映ってるやつを倒さなきゃいけないんだよ。けど中入られへんくない、これ。え、だから、周りの敵、あれを壊すんだ。なんかキンジーが言う話だと、その敵を倒すのとアンテナみたいなやつがあるから、それを壊せ的な感じで言ってたの。確かこれを壊せばいいんだ。あ、えらい、これエデさん近くによっていいキーを押してみて。なんかこれイベントっぽいよ。イベントっていうか、何というか。本当だ、向こうか、長押し。殴る。え、殴ってるの？なんか手突っ込んで引っこ抜いてたけど今。うん、オッケー。あ、データクラスターだ。
ってことはこの周りにあるやつ全部も公開にしろってことだね。みたいだね。じゃああれだな、あの分、あーでもあれか、2つしかないんだ、うん、分散しようと思ったけど、これだね、協力プレイで分散してやった方が効率いいかもな、今度こういうのがあったら、うん、あら、フェンスがある。よもう来たよ。オッケー。じゃあ俺ちょっと周りの敵相当してるからアンテナお願い。はい、ブッパ破壊完了。あ、なんかシールド消えた、赤いドーム状のやつが消えた。エイリアン出てきたね。うん、オッケー、あそこ行こう。エテさん泳がなくても別にいいと思うよそれわ、わざわざそんな泳がなくてもで、あれ、あ俺一番乗り、あれめっちゃエイリアンいる、あ盾持ってるよあいつ、エイリアン盾持ってんだけど。格闘戦か、格闘戦だな。あ俺盾拾った、俺ガーカスになった、 GP02 になった。でも盾、あハンドガンしか持てないねこれ。イエーイ。あでもこれあれだ、あの走れないそう、それとあと両手武器とかなんか使えないっていうのと、これ落とさないと行動が制限されるね。あれだって、なんかこれ壊すだって、これ、うんうん、ちょっと待って、エイリアンピストルにしよう、これね。うん、なんか壊せ的な感じでできてるけど、ま、えぇ、ー、サンライトイエローオーバードライブ、北斗百裂拳とかなんかそういうの、あたたたたたなんで壊れるか。あ、なんか来た、ボスやんか。あ、全の部下じゃん、超久しぶり。ちょっとなんか久しぶりにボス戦やね。やばい、俺デブ捕食対象だからやばい初のボス戦じゃないこれだね。あ、なんか火花降ってきてる、うん、別になんもないか、うん、とにかくあれだ、打ちまくってどうにかしなさい的な感じだ。あれオッケーオッケー、殺そう、任せろ。なんか浮いた。ああ、結構これ簡単に倒せるかもね。 HP 結構減らせてるよ。エレさんガンガン撃つんだ。もう俺よし、回避行動とかなかったっけ。どうだろう、スーパーダッシュとかジャンプでいいんじゃないかな。ジャンプで高く飛ぶとか、うん、それでいいんじゃないかな。なんかこのおお、あーやべ、地震みたいの起こすねあいつ。地震みたいのをどうにかしないとダメみたいな、うん、あもう倒せそうじゃんあれ。やべ、あや破壊光線みたいな感じ。死ねー。え、なんか、エルさん左クリック出てない、なんか、ちょっと押してみて。あ、出てる。うい、おお、入ってった。おー、連打、コマンドが出てる。おお、破裂した。捕獲完了。あ、なんか、ジャニックっていうか、ゼンが、なんか話しかけてる。ブラスト解除。トレーニングルームを用意してほしいだって。あ、じゃあまた新しいスキルが手に入ったんじゃないの。うんうんうん、武器持ってるね。うん、氷の衝撃波で敵を凍らせる能力みたいって言ってる。フリーズブラストだって F1。 あ、Q キーで押せる。 Q キーで、なんか波動拳ができる。波動拳 F1 F1 押して、なんかこう、なんかそのなんだ、ビームっぽいエフェクトが出てきたら、うん、Q キーを押して波動拳ってやって凍結するみたい、うん、あ、それであれか、あのシュワちゃんみたいに地獄に会おうぜベイベーってやって、うん、こうショットガンでパリーンってやりなさいってことだ。うんうん、凍ってんのこれ凍ってる凍ってる、白くなってれば多分凍ってると思う。あ、戻った。これで多分壊せると思うんだ、ショットガンとかでパリーンってやって。あ、ミスった。リチャージがちょっと遅いなこれ。キューキーで、うん、あ、これいいかも。アイスボルト的な何かだこれ。うんうんうん、あ、盾格闘で、あ、格闘でもこれいける。
すごい凍結させるとすごいすごい簡単に倒せる。UFO 吸気で、あーやべ、上来てるもう上いる。これも凍結させんのかな、じゃない、トウ、おー、違う、あー、あっさり当てた瞬間墜落したわ、あいつ。ブラストターゲットに当て中のデータクラスターを解放せよ。これか、これだね。あーあー、なんかやべ、なんか出てきた。こいつ名前なんて言うんだろうね。おーい、うん、飛んだ。全の部下ゼロワンだよ、これ。ゼロワン、ゼロワン、 GB ゼロワン的なノリ。ゼロワン、いやいやいや、あれ、ショットガンが、こんなやつ素手でいいよ、素手でも。素手でいい、じゃあ素手でいこう、素手、うん、素手でいこう。でブラスト使って素手で、あーあー、吹っ飛ばされたすげえ、すげえ、あいつ吹っ飛ばすんだけど、あいつ。いっその野球行こうぜ。野球のお時間。ああ、ちょ、痛い。あいつなんか腕力半端じゃないんだけど、肩強すぎなんだけど、めっちゃ吹っ飛ばされる。あ、すげえ白線みたいになる。でもあれだね、これ凍結時間短いね、結構。あいつ痛い。3秒。だね。多分で、リロードちょっと長いね、リロードが。撃ったらもう、これ殴りつけないとダメだね。あー、いて。火器使おうか。この歯大連風。いて、なんか俺、はめ技ずっと食らってんだけど。痛い。エデさん、仕方されてるぞ。俺、ずっとメタ打ちにされてるもん。あいつ、あー。消えた。やっぱあれだな、デブに優しくない世界だな、このゲーム。この白豚には優しくなかったっていう。熱く冷たく。エンター。まああれかな、ゼロワン倒すのにアイスボルト的な何かが必要みたいな、ね、そのブラストっていうのが必要みたいだね。F1 でスーパーパワーをブラストに素早く切り替えることができる。お、ブラストエレメントフリーズだって、うん、フリーズがあるってことはファイヤーとかサンダーとかあるね、バーニングみたいな感じがあるんだろう、きっと。あるね、これね。ある、絶対に。魔法っていう概念があるとは思わんかった。魔法やだよ、やだよ、俺みたいな顔のやつがさ、こうなんかやぁやぁほら、ブーブー俺みたいな顔のやつがさ、魔法ロリですみたいなって言ってやってやった。魔法少女や、魔法デュフフがなんかやってきたみたいな。やだわそれ。いてー、あー、くそ、連射できない。じゃあさっきの続きしようよ、うん。